二次攻撃が欲しいのは愛媛です。しかし渡辺はよくあのシュートコースに入っていました。小池からどうだ、来ました、この男が決めた、藤本義樹。いやー、愛媛に移籍して初ゴール。初ゴールはお兄さんヘディングでしたね。そうですね、素晴らしいクロスで彼らしい身体能力の高さを生かしたヘディングだったですよね。愛媛の新エース誕生の瞬間です。地元に帰った藤本がホームで愛媛初ゴール。時間帯としても山口にこれ決定機作られていた時間帯でしたから ね、ここうまくかわしましたよね、はい、いいクロスだったですね。藤本義樹の得点も久しぶりになります。彼の高さが生きましたよね。